牛角にいますね、牛角。いいの、ウーロン茶がありますね。甘醤油、辛醤油、ポン酢。やってまーす。ウーロン茶、美味しいです。久々にお店の、これは単勝ですね。ソーセージはここで。この醤油をトライしてみても飲めます。ちょっとちっちゃいですけど牛タンをトライしてみます。はい、大きいの焼きました。あ、これいいね、やっぱり。あの、美味しい焼肉屋さんの。焼肉屋さんの。焼肉屋さんの焼肉美味しい。肉がしっかりしてますね。塩ごまラーメンです。いただきます。美味しいね、これ。うん、めちゃくちゃ美味しい。辛い醤油を試してみます。これ辛いの好きなのでね、これはどういう風な辛さなのかトライしてみます。いただきます。激辛ではないですけど、ちょっとピリ辛で、あとちょっと甘い味がしますね。ポン酢やっぱ楽しいよね。楽しいよね。いっぱい歩くんじゃないですか。牛タンの味がね、本当に止まりませんね。ご飯と一緒に食べます。うまい。これは味噌汁です。豆腐と昆布、昆布じゃなくてわかめの味噌汁。いただきます。出汁がいいね。美味しい。出汁効いてる、うん。スプーンで食べるのはちょっとおかしいな。お寿司はやっぱり箸で食べるものですね。スパイシーなんとかって言うんですよね、これ。ちょっと3つ全部つけて食べてみます。この肉辛いね。辛いね。うん。この肉激辛。弟が頼んだ肉食べてみます。結構いい味だと思いますね、これは。なんか歯ごたえがベーコンっぽいですね。トレのサラフ。このサラダもドレッシングとね、コンビネーションがあって美味しいです。全部食べました。ごちそうさまでした。美味しかったです。また来たいです、ここに。